使ったの？裏庭の倉庫の扉だって。もしや超古代文明からの伝言では？いやいやいや、そんなわけないでしょ。こんな田舎の高校に。人がいなくなった夜中に誰かが忍び込んでるみたいなんだ。よし、じゃあ夜になったらその場所に行ってみよう。あった、あれだ。間違いない。これは人類誕生の前、この地球を支配していたアトランティス文明の象形文字。え、そうなの？一体誰がこんな。うわー、なんだ猫か、脅かすなよ。はあ、かわいい。猫ということはこれはある種五穀豊穣の儀式のための。ん？ああ、犯人はこいつか。猫ちゃん、どこから来たの？ねえねえ、聞いた？旧校舎、来年には取り壊されるんだって。そうなんだ。またなんか変な噂があるみたいなんだよ。ん？変な噂？夜になると旧校舎の理科室から変な音が聞こえるとかなんとか。開かずの扉、それは過去と未来の時間を超越する異次元の扉。あはは、本当にあったらすごいね。そんなものがうちの学校にあるわけ。不審者が忍び込んで危ないことしてるかもしれないからな。調べてみよう。ここか。過去と未来、どっちの時間に飛ばされるのかな。そんなわけないでしょ。ほら、何もないじゃん。にゃー、にゃー、猫ちゃん。迷子なの？よしよしよし。またこいつかよ。ま、変な事件じゃなくてよかったよ。進学か就職か迷うな。よくわかんないよな、自分が何したいかなんて。私はとりあえず実家の花屋さんを手伝おうかな。私はスポーツ推薦で大学に行こうかな。サチはどうするの？アトランティス大陸を目指す。その記事は本当じゃ。私は未来から来たんじゃ。猫が喋った！お前はアトランティスに行く使命があるのじゃ。どういう意味？私は未来のお前だからな。信じられんか？そんなことが。まあ驚くのも無理はない。この姿はタイムスリップ中の手違いによるものじゃ。あまり気にするな。お主たちは地球の運命を左右する重要なミッションを持つ貴重な人材なのじゃ。私はそのことを伝えるため未来から来た。ああ、